蓮華寺の石棺蓮華寺は、愛媛県松山市に所在する寺院である。3号は、室岡山。宗派は、新言宗豊山派。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所番外札所。伊予十二薬師第三番札所。松山新四国第四十二番札所。境内周辺は、景観樹林保護地区第一号に指定されており、楠木の大木が多く見られる。 護衛か、真やれば、病は治る。連下自流理の薬を与えまします自伝によれば、奈良時代の天平15年6月17日、当時の丘陵上から、薬師如来が光を発して、湧き出し人々がひれ伏したと言われている。現在も、礼拝坂の地名が残っている。この時、行器が巡釈中で、ここに仏道を建て、この薬師如来を祀ったのが、 当時の起こりと言われている。現在の本堂は、江戸時代前期の遠方2年に建立された。江戸時代、変路の祖と言われる真面が表した、四国なじ同士南には、谷村、このところに室岡山とて、横堂、本蔵三役し諸変路札だなりと記されており、かつて変路が多数参拝したことが伺える。昭和41年頃に、境内で発見されたもので、 九州は蘇山の溶血業海岸で作られた古墳時代中期後半の船形石棺の底部である。このことから、この山全体が古墳ではないかと推定されている。四国辺路一人歩き道行二人解説編、P6427 世住職室による現地看板により、ありがとうございます。